てる？いや、今日は普段よりも楽しそうに授業を受けてるなって。何か面白いことでもあったのか？ギク、別に何でもないわよ。本当か？本当に俺に隠し事してないか？気になって仕方がないんじゃないの？どうしたんだよ、ルイズ。急に春菜のことを言い出して。別に、まあ大丈夫だろうし。の部屋で寝てんだから何も問題ないだろう。それにシエスタが時間が空いたら見てくれるって言ってるんだし。そう言われればそうね。大丈夫かもね。どうした？俺なんか気に障るようなこと言っちゃったか？しまったのかな、ルイズのやつ。俺はシエスタじゃないか。なんだか大荷物を運んでるようだけど。おい、シエスタ。サイドさん。その荷物運ぶの大変だろ。手伝ってやろうか。どうしたの？遠慮なんてしなくていいって。いいです。え、なんで？あ、ひょっとして。嫌われるようなことをした？してません。全然してませんから。じゃあ荷物は俺が運んで。だからダメです。私が頼まれた仕事ですから。サイトさんに手伝わせたなんて知られたら私叱られてしまいます。そうなんだ。とにかくこれくらいの荷物私一人で大丈夫ですから。シエスタがそこまで言うのなら俺は何もしないけど。それでは失礼しますね、サイトさん。なんだかんだ言っても足取りがふらついてるみたいだな。本当に大丈夫なのかな。ハルナさん、失礼しますね。シエスタさん、その荷物って一体？体のお加減はいかがですか？ええ、なんとか。で
もまだ顔色が良くないみたいですね。ひょっとして風邪なんでしょうか。多分そんな感じかな。私、はるなさんのためにいろいろとご用意してきたんですよ。え？まずはこの厚手の布団をはるなさんにかけますね。あ、そんなことされたら。風は汗をかくのがいいって言いますよ。これは親切です。そうですね。ちょうどいい加減かな、なんて。よかったです。体を温めていただこうかと思って、すごく熱い料理も用意しましたよ。あの、今はちょっと食欲がなくて。ダメですよ、はるなさん。風邪の時だからこそ食べないと。栄養を取らないといつまで経っても風邪は治りませんからね。ひょっとして意地でも食べさせる気だったりします？意地でもだなんて、そんな。はるなさんに食べていただきたくて心を込めてご用意した料理ですし、もし病気が治ってるのでしたら食べる必要はないかもしれないなとか思いますけど。私が平賀くんに看病されてるのは気に入らないんでしょうけど、こっちだってそうはいかないんだから。負けないんだから。はい、今何かおっしゃいましたか？いいえ、何にも。さあ、用意ができました。まあ、とっても熱そうな。まるでグラグラと煮えてるみたい。いくらなんでもこれじゃあ熱すぎて食べるのは無理かも。いえいえ、病気の方はこれくらいは食べないと。そうそう、薪も用意しましたから、後で暖炉も炊きますね。え、ルイズのやつ、一体どこに行っちまったんだろう。なんだ一体。尋常じゃないぞ、この部屋の暑さは。暑さの中、二人で微笑み合ってるし。シエスタ、大丈夫？じゃなくてさ。はい、大丈夫ですよ。とても大丈夫そうには見えない。それより二人して何やってんの？あのですね、ちょっと部屋を温めてたら。温めるってなんで？なんというか。
いや、うふふじゃなくて。一体何がどうなってるんだ。おい、ルイーズ、今俺の顔見てまずいって顔したろ。え、何のこと。この部屋の暑さをそんなに驚いちゃいないみたいだしな。そんなの気のせいじゃない。というか、自分の部屋がこんなありさまになってんだから少しは驚けよ。ってことないだろう。シエスタと二人してバカみたいに部屋を熱くして何考えてんだ。ハルナは病気なんだぞ。病気じゃなくたってこんなことされれば体がぶっ壊れちまうだろう。二人はハルナのこと気に入らないのか。それでこんな嫌がらせか。それはさすがにやりすぎだろ。俺結構本気で怒ってるんだからな。ごめんなさい。
いわ。私ちょっと出かけるから。俺もついていこうか。サイトは来なくたっていいわよ。可愛い春菜の面倒でも好きなだけ見てればいいでしょ。俺は客観的に物を言ってるだけだぞ。サイトはそれで客観的に見てるつもりなんだ。ああ、そのつもりだけど。とにかく、私だけ出かけるからサイトはここにいなさい。わかったよ。好きにすればいいだろう。怒ってるんだ。俺もわけわかんない。まったくもう、サイトったら頭にきちゃう。キュルケ、私、ルイズよ。ちょっとルイズ、そんなノックの仕方ってある？荒れてるのはわかるけど、物に当たるのはどうかと思うわよ。ミス・バリエール、サイトさんたちの様子はいかがでしたか？ああ、ダメダメ。あのバカ、春菜が奇病だなんてみじんも疑ってないもん。そうでしたか。私たちのしたことって効果はありませんでしたね。ないどころか、思いっきり逆効果だったわ。ねえ、タバさん、私が言った通り心配したでしょ。そもそもさ、あんたたちってば甘いのよ。あの春菜って子もダーリンを狙ってるんでしょ。多分私があの子の立場だったとしても根を上げなかったと思うわ。だって、たとえ暑さを我慢しすぎて体を壊したとしても、ダーリンに解放してもらえると思えば頑張れるもの。ひいおじいちゃんが話してくれた童話では成功したんですけどね。その童話ってどんなお話だったの？はい、ミス・テルプスト。北風と太陽が旅人の服を脱がす勝負をするお話なんですよ。お話では北風が旅人の服を吹き飛ばそうとして失敗してしまうんですが、太陽は旅人に暖かな日差しを浴びせることで服を脱がしてしまうんです。なるほど。無理に服を引き剥がそうとするより自分から脱ぐように仕向けた方がいいという話ね。でもあそこまで春菜さんが辛抱強い方だとは思いませんでした。作詞、作詞に憧れる。いいってば、シエスタ。私もその作戦で春菜の仮病を暴けると思ってたんだし。仕方ないわね。今度は私がダーリーを救ってみせるわ。つもりなのよ。任せといて。きっちり春菜が自分から仮病でしたって認めるように仕向けてみせちゃうんだから。あのミス・バリエール、本当にミス・セルプストンにお任せして大丈夫なんでしょうか。実を言うと私も不安なのよね。
おや、サイト君、廊下に立ち尽くしてどうかしたのかね。ちょっとルイズを探していたんですが、どこにもいなくて。そうか、それは残念だったね。ああそうだ、サイト君、今度私の研究室にぜひ寄ってくれたまえよ。落ち着いたらぜひ。落ち着いたらというと、最近何か忙しいのかね。ちょっといろいろと。でも必ず伺いますので。そうか、じゃあ落ち着いたら来てくれたまえ。それじゃ楽しみにしてるからね、サイト君。はい先生。やっぱり深刻そうな顔してる。ああどうしたんだ。僕でよければ相談に乗るよ。いや、ルイズをどこかで見てないかなって思って。ルイズか。少なくとも僕がここに来てる間は見ていないな。ところでルイズがどうかしたのか。実はな、用があるだけ。なるほど。僕が間に入るほどの大事件ではなさそうだな。まあそんなところだよ。ところでギーシュ、こんなところで何やってたんだ。僕かい。僕は普段まず見ることのない厨房に足を運ぶことで社会を学んでいたのだよ。なるほどね。あ、口の周りにソースがついてるぞ。何をバカな。
って何もついてないじゃないか。冗談だよ冗談。厨房で社会見学もいいけどさ、つまみ食いはほどほどにしとけよ。何を言ってるんだね君は。つまみ食いなんて僕はしてないんだからな。はいはい、わかったわかった。それじゃあな。あれ、ルイズ戻ってきてたんだ。戻ってるわよ。悪い？いや、別に悪いとかそういうことは。あれ、シエスタもいる。仕事は？今は仕事の合間なんです。それにキュル家にタバサまで。あらダーリン、お邪魔してるわよ。なあハルナ、何もされていないか。うん、特には。本当か？周りに気を使ったりしなくていいんだぞ。失礼ね、何もしてないわよ。それならいいんだけど。ところで、みんなで集まって何をしようとしてるんだ。あらダーリン、私のことが気になるのね。そりゃ気になるっていうか。ルイズに何か用があるとか。いやね、別にルイズに用事なんてないわ。じゃあどうして。それはね、ダーリンに会いたくて来たの。え、あ、急に抱きつくなよ。目の前で見てたろ。そうよね、キュルケ、一体これはどういうつもりなのよ。どういうつもりも何も、最初からこうするつもりだったんだけど。なんですって。ねえハルナ、あなたはどうなのかしら。私ですか。ダーリンにこういうことしてみたくないの。私は別に。そりゃそうよね、病気をうつしてしまうかもしれないから、こんなことできないもんね。愛する人を肌で感じるのって素敵よね。えサイト、あなたはどうなのかしら。ねえダーリン、こんなところにいつまでもいないで、私のお部屋へいらっしゃらない。いや、そういうわけには。ハルナのために良くないわ。こんなに人がいちゃ治る病気も治らなくなっちゃう。だからハルナが病気の間はせめてダーリンだけでも私の部屋で一緒に過ごせばいいのよ。でも俺、これでもルイズの使い魔だし。ルイズには昼間ちゃんと使えてればそれでいいじゃない。答えてくれないし。ルイズが何も言わないのは黙認するって意味よ、きっと。どうしたもんかな。ひょっとしてダーリンってこういうことされるのって嫌いなタイプなのかしら。今ここではっきり答えて。
別に胸で人を見てるわけじゃないし。サイト、ヒラガ君、嬉しい。そんな風に言ってくれたのってダーリンが初めて。私に言い寄ってくる男どもってまず胸ありきって感じだったし。いや、その…まあいいわ。こうなったらダーリンのこともっともっと愛しちゃおうと。クレイで行くぞ。あの、ちょっとキュルケ、あなたいい加減にしなさいよ。黙っていればいつまでもイチャイチャと。あら、もしかして嫉妬してるの？誰が何に嫉妬してるですって？ダーリンが好きなのは大きい胸。当然あなたにはついていないものよ。それに嫉妬してるんでしょう。なんですって。サイト、あなたいつまでそうしてるつもりなの？俺に。ごめんキルケ、もう離して。もうもっとダーリンを感じていたかったのに。キルケが作戦だって言うから我慢に我慢を重ねてきたけど、もう限界。この前の決闘、うやむやにしてたけど勝負をつける時が来たみたいね。あら、決闘なんて私はいつだって構わないわよ。なんなら今すぐする。望むところよ。お二人ともいけません。貴族同士の決闘は認められてはいないんですよ。これはね、貴族として戦うんじゃないの。女の子としての威信をかけて戦うからいいのよ。そんなのめちゃくちゃです、ミス・バリエール。サイトさんからもお二人に決闘をやめるように言ってあげてください。そうだな。この子が決闘しちゃまずいもんな。はい、決闘なんて良くないです。ルイズ、決闘なんてやめろ。何の得にもならないだろ。あんたね、元を正せば全部。一度勝負しなくちゃならないって思ってたの。だからサイトは黙ってて。ダメか、この二人の争いってそんなに根深いものだったのか。ねえキュルケ、外野がうるさいから外へ出ない？ええ、いいわよ。部屋までボロボロにしちゃったら気が引けるものね。今のうちに好きなだけ言ってなさいよ。あ、お二人とも待ってください。ねえ平賀君、決闘するって言ってたけど大丈夫なの？いや、ダメだろ。どうやって止めたらいいんだろう。
それにしてもあの二人が本気で決闘するだなんてな。俺がこっちに来る前から二人とも仲が悪かったって言ってたし、積もり積もった結果なのかもな。そうなんだ。違う。え？悪いのは全部あなた。え？なんで俺が？なんか言ってくれよ。それから私ですか？あなた意地張りすぎ。おいおい、タバサ、春菜が意地張りすぎってどういうことだよ。ねえ平賀くん、私謝らなきゃならないことがあるの。なんだよ急に。今まで看病してもらってたけど、実は病気っていうのは嘘だったの。え、仮病ってこと？本当に？うん、本当。そりゃ最初の一日は具合が悪かったけど、その次の日からはびっくりするくらい体調が良くなって。でも平賀くんが優しくしてくれるから、それに甘えちゃって。そっか。ごめんね平賀くん。俺のことなら気にしなくていいよ。春菜のことを看病したり面倒見てたのは、別に病気ってだけで見てたんじゃないんだからさ。知らない人じゃないんだ。きっと病気じゃなくても面倒見てたと思う。平賀くん。じゃあさ、ひょっとしてシエスタが部屋を熱くしたり、キュルケが春菜を挑発してたのって。多分私が仮病だって白状させるためだと思う。でも私も強情だったし。そっか。そりゃタバサが言った通り、仮病だって気づかなかった俺が悪いんだ。ううん、平賀くんは悪くないよ。悪いのは仮病を使って平賀くんからの好意に甘えてた私。なあタバサ、もしかして春菜の仮病に気づいてなかったのって俺だけ？あなただけ。そうだったんだ。急ぐ。急ぐって。ああそうか、今すぐルイズたちの決闘を止めに行かなきゃ。ねえ、ルイズさんたちの決闘を止めに行くのはいいけど、どこでやってるか場所は知ってるの？